ございます。今日は見事に曇ってます。森林公園の管理所の横から登ります。じゃあしんちゃん行ってくるね。1号目に着きました。ここからおたけ、めたけに登るんですけど、こっちですよね、どう見ても。風穴利用貯蔵庫跡、ここでしょうかね。まああまり感動はないあそこに水沢山がもう突出してますね。とんがり山です。私はこっち、落石注意地点まで戻ってきました。ゴールはもう少しですね。さっきの水沢山もあんなに大きくなりました。スケートリンクもリンクらしい形が見えてきましたね。こちらから登る方が時間的には短いんだと思うんですが、結構最初の急登があるんで、私はよく大駐車場の方から見晴らし式の丘を、じゃないや、あの辺を通って来ます。筒地ヶ峰か。登山道にでかい輪が鎮座してます。落石なんですかね。どうやって行きましょう。よいしょ。やっぱり落石注意ですね。この辺りは斜面が結構急な上、上の方に浮いてるような岩がたくさんあります。ちょっと気持ちが悪い場所ですね。さっさと行きましょう。2個目の落石注意の看板、ちょっと位置が変わりましたね。この辺の岩も威圧感あります。あれ起こってきたらちょっと逃げ場ないですね。さっさと移動しましょう。こちら側もかなり起こってますね。割と最近落ちたみたい。あの辺りから落ちてきたんでしょうか。まだ生々しい感じですね。よいしょ。分岐に着きました。これこっちに行って避難小屋の少し手前を上に階段があれば目岳、目岳はこっちです。またしばし急登です。おじさん、おはよう。あれ、いた。はあ、かわいいね。かわいい顔してるね。うちの犬に似てるな。じゃあね。よいしょ。ほぼ山頂です。電波塔、山頂はそっちの森下上です。
まあでもここはほぼ山頂ですね。いろんな会社が投資してんですね。とりあえず本物の山頂はここです。そこに山頂表示がありますね。こんにちは。まあ、ここからはそんなに展望は良くないと思ったんだけど、こんにちは。何でしょう。雪がすごいですね。さっき辺ももう薄い雪がかかってますね。ここは春の山々そこが春名富士。これがお隣の相馬山。これが家紋ヶ岳ですかね。ビングシ、エボシ岳という具合、春名湖もあそこにあります。カルデラがここ、アクアメロディーラインですね。静かな湖畔の音が出る。21のバーチカルを持ってきましたが、斜めがのケーブルとかぶりそうで、なんとなく不安です。斜めがも、なんとか晴れました。これでやってみようと思います。混み合ってますね。帰ります。ちょっとやっぱり寒かった。また少し気温が下がってきましたんで、これから雨とかになるんじゃないかなと思います。今日は斜めがたくさん更新していただいたんで楽しかったです。21秒は、結構日本の方とも更新できたし、オーストラリアの方とも何曲か更新ができたのでとても良かったです。はい、これで立岳の遠征終了になります。